じゃあすみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと3人に伺いたいんですけど、はい、B-BOYS の一員として俳優デビューしてから、はい、10年ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。節目の年に実際に3年半ぶりの出演ということで、はい、あの主演を務められるということで、あの役者としての心境を伺わせて、はい、そうですね。あのまず10年、役者として続けられたことに本当にあの幸せに思いますし、あの、まあ、10年という節目の、年に、まあ、なるので、まあ、変化の年かなと、まあ、僕自身は思っていて、あの、まあ、僕はこの夕日伝という作品でやらせていただく乖離という、まあ、役も型にはまらずに、行きたいと、思っている、役だったりするんですけれども、あのまあ、僕自身も、まあ、役者としてもう、まあ、プライベートも、いい意味で型にはまらない生き方、をしたいなと、思っています。どんな風に型にはまるんですか？どんな風にプライベートに、まあまあ、破天荒とはまたちょっと違うと思うんですけれども、まあ、プライベートの方でも、まあ、恋だったりいろんな経験をしたいです。もうちょっと大きな声で、大きな声で、はい、具体的な恋活のプランとかありますか？特にないんですけど、ノープランなんですけれども、あの最近人とのこう交流、まあ、役者仲間もそうですし、あの、まあ、スタッフさんもそうですし、人との交流が増えてきたので、あの、まあ、そういった出会いの場みたいなのがたくさん あると思うので、あの、まあ、プライベートの方も充実したいなという感じですかね。宮崎さんは、はい、ゲスト初出演の、はい、あの、まあ、大抜擢でございます、はい、役どころについて教えてください。役どころ、はい、まあ、主演の瀬戸君演じる乖離の弟の役で、まあ、とにかく兄を支えようという役でして、まあそうですね、本当は、まあ、D ステ初挑戦、まあ、初出演でチャレンジする立場なんですけど、役どころは支えようという役なんで、まあ、そこの矛盾はありますけども頑張っていきたいなと。本当に D ステはそうですね、演出部として昔瀬戸君主演の検察側の証人という作品でセットを組んだり転換したりとかして、もう稽古場では隅っこ座ってずっとリボジの皆さんの芝居見ていつか出たいなと思ってた場所なので、今回その瀬戸君主演の作品でさらに自分が弟の役ということで、本当に今まで培ってきたものすべて使って続きという役でぶつかっていきたいなと思います。はい、小芝さん、あの舞台デビューということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初舞台決まった時のお気持ちを聞かせていただけますか？すごくびっくりしました。あの何回か舞台を見学させていただいて、いつか出演できたらいいなとは思ってたんですが、まさかこんなに早く舞台に立てる機会をいただけるとは思ってなかったので、本当にびっくりしました。まだ稽古も始まってない段階だと思うんですけど、はい、まあ、今回最後もこれ衣装ですよね？衣装です。はい、衣装を着て何かこう気持ちの高ぶりとかその辺あのイメージポスター撮影をした時に剣を握らせていただいて、その時はすごくテンション上がりました。ちょっと振り回してました一人で、はい、ちょっとテンションが上がってしまって。瀬戸君はどうですか？衣装着てみて。あ、そうですね、まあ、これから始まるんだなという、まあいろいろまだ稽古前の段階なので、変わっていくところはたくさんあるとは思うんですけれども、まあこの夕日伝という作品が始動したんだなという、あの、まあ、メラメラした気持ちですかね。いや、そうですね、まあ見て分かると思うんですけど、瀬戸君と似た格好で兄弟なんだなっていう実感湧いてます。はい、瀬戸君の弟として、乖離の弟としてしっかり務め上げたいなと、役を務め上げたいなと、はい、どんどん気持ちが湧いてきてます。瀬戸さん、その髪は
ウィンクですか。あ、これははい、まあ半ガツラというかでやらせていただくとは思うんですけれども、まあ、本当にこう、まあ、自由人な麻薬設定だったりするので、そんなに髪もこう綺麗に整ってないっていう感じですかね。どうですか自分のこの挑発というか。最初はものすごく違和感はあったんですけれども、周りのスタッフさんやらにはものすごく好評でありがたく思ってます。まあ自分で言うのもなんですけど。セミさんを、はい、今回夕日伝は古事記をベースにした青春ですけど、はい、なんか作品を通して伝えたいこととか。作品を通して伝えたいこと、はい、古事記を知らなくても楽しめる古事記を目指したいと思います。